こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日は、無課金闇属性縛り百式長老やっていきたいと思います。モンハンガチャをね、引きたいんですけど、まあこの石がね40個になってるんですけど、まあ実はですね、はい、まあお見せしましょうか。はい、この時はね、無課金、無料配布分101個だったんですよ。はい、こっからですね、はい、で実はね、こういう結果になりましてですね、はい、こっからですね、さらにハロウィンチャコルをですね、交換しましたよと、でこういう結果になりましたよという、ハロウィンドゥルガーもね出ちゃいましたね。はい、これで21個あったんですけど、昨日から石回収頑張って、で今ね、無料配布分40個になったといういきさつでございます。でね、まあ、ちょうどね、マガイマガドはですね、あと1個でね、スキルレベルマックスになるんですよ、周回してて。で、それで、そちらをスキルレベルマックスにして、ガチャ引いていきたいと思います。ちょっと、まあ、こんな感じでね、回ってるよっていうね、パーティーご紹介をしたいと思います。はい、パーティーがこんな感じでございますね。ね、もう、極連をね、周回できるキャラがいなくてね、このアカウント、レベル111とか、111とかばっかりで、ほんと申し訳ないんですけど。はい、紹介しましょう。はい、ブラックバードですね、リーダー。リーダーブラックバードに、これがスキルチェーン4つに、HP 強化。で、これがね、大の大冒険の、なんか、ハドラーの武器やったかな。はい。で、ゴーストリングに、小学生無効貫通、上限解放に、フラジルオーロラつけております。はい、闇リーチ武器ですね。はい、超転生つくよみドラゴンですね。はい、小学生無効貫通、スキルチェーン2つ、上限解放で、甘小積みの武器つけております。はい、これがマガイマガドですね。はい、マガイマガドに、小学生スキル部プラスで、上限解放に、これ鎧化はね、これもね、なんかね、大の大冒険のなんかの武器です。はい、ちょっと忘れました。はい、で、この前ゲットしたチャコル。チャコルに小学生に、闇のたこ焼きに、これもう上限解放に、フラジルオーロラ。フラジルオーロラが多いのはね、ただ単にスキブ武器がね、少ないだけなんですよ、僕。スキブ武器は本当に少なくて、で、フラジルオーロラばっか使ってます。で、このフレンドさんの、メルゼラに小学生スキブ。で、上限解放にスキル遅延2つ。で、あ、これはハロウィンマドゥーちゃうわ。マドゥー武器、ストーリーのマドゥー武器つけてもらってます。雲と無効貫通をね、補ってもらってます。はい、それではやってまいりましょう。ドン。普段はね、ほんとこんな感じでね、結構安定できるんですけど、はい。で、ここ威嚇がね、通るんで、威嚇してもらいましょう。はい。で、この間に、弱体化ドロップを消してあげると。こんなもんかな?こんなもんやねー。はいはい。おっと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 、危ない。で、ブラックバード変身させて、で、ここで、いた。耐えて、で、こっからハロウィンチャコル使っていきますと。で、月神の栄月使ってヘイストかけまして、はい、もう本当に安定はしないんですけど、まあ軽減もね、晴れていい感じのパーティーですね、これは。たまに負けちゃうんですけどね。はい。はい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 。ここも軽減で大丈夫と。ここで、鎧化使って、じゃなくて、ここは、あれや。あー、闇がちょうど落ちてきたんですけど、ここ別に攻撃できなくても、何もしてこないんで、はい。だから、そう、忘れてた、もう。はい。で、ここで闇は2コンボあるので、はい。本当はね、ブラックバード2体とか入れたいんですよね。
まあメルゼラはねめちゃくちゃ強いんで、本当にもうメルゼラ狙いで、まあ言うたらガチャ引きます、これ終わったら。はいはい。でこの消せないなんですけど、ここで鎧化を使うことによって4ターンなんでダメージ 60% 軽減で、消せないドロップと覚醒無効状態を全回復してくれるという、まあめちゃくちゃハマってるわけですよ。でフラジールオーラ使ってあげて、ダメージ吸収、属性吸収無効して、でトランスフォード、トランスフォードじゃトランスフォーム、はい、あもうごめんなさい、ちょっとパズルは適当です。いやメルゼナ欲しいですね、ほんと喉乾いてた。はい、ね、ハロウィンのねガチャとかもね取ろうかなと思ったんですけど、ちょっともう眠たくてね、ほんとに無理だった、無理だった。はい、僕はね闇が76番目になったことで、はい、めちゃくちゃあるので、はいはいはい、ちょっとねそうそう、この言い訳をさせていただくとね、これiPhone のね SD の第一世代でやってるんですよ、中古で買って。めちゃくちゃね76番目になるとね、見にくい、小さすぎてね。でこの前にメルゼナとか使って76にしてると、その大ダメージくるんで、はい、そこだけね気をつけていただいて。ちょっとステルスを使おうか。足りないか、12345678910、2個足りない、3、こっちか、はい、はい、はい、これでねまあ言ってくれるでしょう、はい、はいはいはい、はい、でまあアシストは剥がされると。でここ軽減残ってるんですけど、確かねなんか行動がね2回あって、それで剥がされちゃうんですよね。んでまあここは読み取り使っとくか。はい、はいはいはい、もうこんなんで、ちょうどねフラジルオーラも一旦溜まってるんで、はい、オッケー、はい、オッケー、耐えれた。でブラックバード使って、ブラックバード使わなくてよかったんか。でメルゼラで76にして、もうここここをもう分割してあげるだけで OK です。はい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 、 OK。 はい OK。 はい、これでスキルレベルも上がりましたと、マックスになりました、ありがとうございます。はい、それでは、ガチャの方行ってみましょうか。ユーザー情報、購入履歴、無料配布分40個でございます。40個でもう本当に欲しいのが、メルゼナですね、メルゼナ、メルゼナが本当に欲しい、本当に欲しい、なんならメルゼナ全部メルゼナでいいぐらい。はい、じゃあね、まあ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 、まあ、皆さんはねまあ購入とかされたいと思うんですけど、これ無課金芝居なんで、無課金闇属性芝居なんで、はい、そこら辺はまあね、このタイミングでモンハン引くのが正解かわからないですけど、よし、おっ、これ来たんちゃう、来たんちゃう、うーおー、ミラプレイヤーっすか、びっくりした、いや
ありっすね、ありっすね、ありっすね、ありっすね。いやー、武器とかじゃなくてさ、普通にさ、いやー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 、よしよしよし、この調子で。流れは来てる、流れは来てる。はい。この調子で、もう一度、ダイヤ、カモン。あーあー、でも、ありっすね、これは闇属性なんで、ありっすね、本当に。いやー、よし。じゃあ、あと2回。ダイヤー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 よっしゃー、いやー来ないか。玉三つねですね。はい、それではラストですね。ラスト、これ逃したらね、もう多分モンハンしばらく引けないんじゃないかなと思ってます。はい、ダイヤー、うっ、いや、そうそう、はい、ティガレックスですね。はい、それでは結果見ていきましょう。はい、こう上の4つなんですけど、なんとね、広告視聴ガチャからね、動画視聴ガチャからね、有利が出ちゃいました。はい。びっくりした。動画に撮っとけばよかった、昔みたいに広告ガチャって言って。はい。交換状を見てみましょうか。はい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 。なんと、ネルギガンティが交換できると。1、2、3、4。いや、バルファルクとか出さなかんのか。はい。あ、バルファルクはね、なんか、寝る、マガイマガド初めてクリアしたときに、バルファルクが出ました、これ。いやー、どうしようかなー、どうしようかなー。ちょっと頑張って石貯めて、もう一回ぐらい引けるかな、もう一回ぐらい引けるかな。もう一回ぐらい引けて、そこで、メルゼナ。まあ、狙っていきたいなと思ってます。ムネトジーバもね、全然ね、強いんですけどね。はい。はい。それでは、ここまでご視聴いただきありがとうございました。良ければね、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。あとね、メンバーシップも、お手軽価格をね、90円という額でね、やらせていただいているので、そちらもそちらも、一応ね、動画も作ってあるんで、メンバーシップ押すってなったら動画流れると思うんで、そちらも見てくださると幸いでございます。あとね、ツイッターや、概要欄にツイッターや、いろんな、リンクも載ってるので、そちらもチェックよろしくお願いします。それではね、またお会いしましょう。バイバイ。